皆さんこんにちは。長年はごろむフーズや金棒化粧品のイメージキャラクターを務め、清純派女優として活躍された小手川優子さん。アイドル的な人気を博し、歌手としてレコードを出したこともありました。多くのテレビドラマや映画にも出演されていましたが、表舞台から姿を消して8年、事実上の引退状態にある小手川さんの意外な今がニュースポストセブンの取材で明らかになりました。1980年から1990年代のテレビ画面を彩った小手川さんは、鮮やかな草花に囲まれた悠々自適な生活を送っていました。表舞台から消えた背景には、一世を風靡した女優ゆえの葛藤と苦悩の日々が隠されていたようです。夏日に迫る気温となった4月上旬のある日、都内の閑静な住宅街にある一戸建ての庭に、額に汗してガーデニングに勤しむ女性がいました。赤や黄色のカラフルな花が咲き誇り、隅々まで手入れが行き届いていることから、彼女がほとんどの時間を庭いじりに費やしていることがわかります。小手川さんにとって現在の悠々自適な生活ぶりは、多忙を極めた女優としての日々とは正反対。彼女が表舞台から姿を消してからもう8年の月日が経っていました。2016年のドラマ「ゆとりですが何か」は、岡田将生さん、松坂桃李さん、柳楽優弥さんがトリプル主演を務めました。昨年続編となる映画が公開されましたが、ひっそりとその物語から姿を消していたのが、柳楽さんの母親役を務めた小手川さんでした。小手川さんはこのドラマを最後に女優業を休業しています。女優としてだけでなく、他の仕事も全く受けていない、事実上の引退状態にあると言えますね、と話すのはある芸能関係者。大分県で生まれ育った小手川さんは、高校2年生だった1976年、東宝と金棒が共催したミスサラダガールコンテストで約1万人の応募者の中から1位に選ばれ芸能界入り。同年の映画星と嵐で女優デビューを果たしています。前室の芸能リポーターは、1979年に西部警察で主演の渡里哲也さんの妹亜子役を好演して本格的にブレイクしました。以来映画やドラマ、CM などに引っ張りだこで、1989年に主演した映画花の降る午後で日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞しています。プライベートでは、1980年のドラマ夜の傾斜で共演した田中健さんと熱愛、芸能界で初めて交際宣言をしたカップルとして大きな話題を呼び、1986年に結婚をしています。翌年には長女が誕生しましたが、その頃には夫婦の間には不協和音が生じていたといいます。婿入りした田中さんと同居する小手川さんのジップとの間に確執があったとされています。また小手川さんは出産後も仕事に邁進しており、家庭に入ってほしかった田中さんは不満だった。同じ役者としても仕事も収入も自分より多い妻に対し、じくじたる思いがあったようです。息苦しい生活の中で、田中さんは結婚前からの趣味だった南米の民族楽器ケーナの練習に没頭するようになったのですが、自宅で音を奏でると家族からうるさいと言われる始末。ついに田中さんがケーナの練習用のマンションを借りるという理由で、夫婦は別居を始めました、と続けます。別居から5年後の1999年、小手川さんと田中さんはそれぞれ別の場所で離婚会見を開き、13年間の結婚生活にピリオドを打ったのです。小手川さんが40歳を迎えた時でした。離婚と同時期、小手川さんは女優業に不安を抱えていたといいます。40代になると演じられる役が少なくなってしまうと小手川さんは嘆いていました。女優業の先輩である戸明幸夫さんや大原玲子さんは40歳を過ぎても主役を張り続けていましたが、小手川さんが
同じ年齢になった頃は20代の役者がドラマの中心になっており、小手川さんが希望する大人の恋愛ものが制作されにくくなっていましたと前室芸能関係者。50代になると母親役などで存在感を見せていた小手川さんでしたが、やがて別の悩みに襲われるようになったといいます。小手川さんの知人が明かします。彼女がよく出ていた2時間ドラマの枠が減る中で更年期障害に悩まされるようになり、体型の維持がかなりの負担になっていたようです。なんとかプロ意識でつないでいましたが、そこまで無理をして続けるべきものなのかと疑問を抱いてしまったこともあったそうです。それでも単発のドラマなどには出演を続けましたが、前にお話ししたように2016年を最後に表舞台から離れています。そして今年2月、一人娘で女優として活動していた綾菜さんが芸能界からの引退を発表したことで、改めて小手川さんの現在が注目されることとなりました。前室の芸能リポーターは、綾菜さんはコスプレイヤーでもあり、 YouTube のゲーム実況もしていました。マイペースに仕事をされていたので、突然の引退宣言には驚かされましたね。一部ではお母さんを看病するためではと憶測で小手川さんの重病説まで広がってしまったのですと話します。にわかに多くの関係者が心配し始めていた小手川さんの現状。母と娘が暮らす都内の自宅を訪ねると、小手川さんに代わって綾菜さんがこう答えています。今は母と祖母の3人で一緒に暮らしています。母は芸能界を引退したわけではありませんが、気力も体力も衰えてしまったみたいで、一般の人でもちょっと仕事に行かない日が続くと、もう働きたくないって気持ちになってしまいますよね。それが少し長引いている感じです。引退については否定をし、体調についてはこう答えています。更年期障害などの影響については、それはあったかもしれませんが、体は大丈夫です。家事も私と交互にやってますし、母は母で今はゆっくりしたいという気持ちが大きいようです。趣味の時間がたっぷり取れますし、女3人だから暮らしやすいですしね。ですが気力が蘇ったらまた表舞台に立とうと思うかもしれません。小手川さんが没頭する趣味こそガーデニングだと言います。前室の知人が語ります。自宅の庭に泥棒よけのバラを植えたことがきっかけで、長らくガーデニングにはまっています。バラはきちんと愛情をかけて育てないと綺麗な花を咲かせてくれないのと教えてくれました。土作りから剪定、植え替えまで一人で行っているそうです。もともと多趣味な人でしたけど、仕事と距離を置いてからはもう庭一本の生活のようです。2024年で65歳になる小手川さん、気力と体力も衰えたというのはちょっと心配ですが、もう働きたくないという気持ちなら無理して働く必要もないかもしれませんね。ゆっくり余暇を過ごして楽しい毎日を送ってほしいです。最後までご覧いただきありがとうございました。